SSS 改造計画2024 アークホームさんっていう会社さんなんですけど、発泡スチロールを使った目隠しの塀を作れますよっていう、もう1年間かけて研究開発して、ほんまに発泡スチロールやん。軽っ。ぜひちょっとこうカパカパやってもらって、カパカパ、はい、あ、カパカパ、こんな感じですね。この右側が完成してる状態ですね。これになんの？これ発泡スチロールです、中。これ発泡スチロールなの？はい、マジで簡単。俺でもほんまにできるわ。ほら、 SSS のカスタム新しい塀、玄関口、よろしくお願いします。お願いします。これはすごいことになってきた。さあ、実はアークホームさんですね、さっきの場所からすぐ近くのところにモデルハウス、モデルルーム、注文住宅のがあるっていうんで、どうしても見たくなって、別に家建てる予定ないんですけど、アークホームさんで建てたらこんな感じやっていうのをちょっと見せていただこうと思って、急遽注文住宅見せていただきたいと思います。まずこれ入り口かっこいい。あ、これ2世帯住宅なんですか？違います。違う。こっちヨガ教室。あ、だから設定としてはこっちに住居があって、こっちでヨガ教室やってる人の家。すごっ。うわー、なるほど。へー、こういうのがいいよね。外からちょっと帰ってきた時に洗えたりする。ほんでここほら、うわ、ウッドデッキで水出せて、だからここでちょっと外気浴みたいなのもできるでしょう。バーベキューもできるし、さっきこっち見ちゃいますね。じゃあ、うわ、この考え方、玄関にちょっとこの、なんていうんですか、このスペースは的なや。ああ、遊び心いて面白い。まあ一般のうちだと収納になったりとか。収納にしてもいいし、結構でかいスペースあるからシューズクローゼットとか作ってもいいし、もういっそこうやって縁側みたいなのにして遊べるよっていう。でその辺が自由だーなんて久しぶりに出てしまった。シューズクローゼットにするか。縁側にするかは自由だってことでよろしいですよね。その通りです。自然と出る。出てまうな。うわー、気持ちいいな。ハンモック吹き抜け、すごー、気持ちいい。キッチンでか。これって何平米ぐらいなんですか？22畳、これ、はい、もっと大きく感じるわ。はぁ、ちょっとスピーカー内蔵されてるんですけど、こんなんも今できるんですか？そうですね、できます。ほんでこのキッチンの色とかはもうほんまに選びたい放題、放題ですよね、はい、でこれもちろんガスにもオール電化もいけるし、高さも変えれる。めっちゃいいな。なんかやっぱり自分の好みの作れるってめっちゃいい。はあ、ここ収納パントリーね。ほら、木がこうやって選べるのよ。フローリング材を選べるし、はい、僕はね、絶対自分で家、あの注文住宅作るとしたら、結構この幅広の細いやつじゃなくてでかいやつが好きなのよ。こういう系が好き。もうちょいなんか古い空気感出したりとかにしたいかな。水回り見ようか。うわ広っ。うわー、お風呂にこれがね、お風呂ね、この座れるお風呂いいじゃないですか。半身浴できるようになってて、何がいいって、俺窓が欲しい。風呂に外気をこう取り込むことができるから、冬場なんか涼しい空気入れてたらもう露天風呂です。
だから家のどこにお風呂作るか、水回りをどこに持ってくるかももちろん注文住宅なんで相談できるってことですね。夢広がるなぁ。でおトイレ完璧やん。見てください、ゴルフバッグがちょうどいい感じに置けるようになったあるわ。でこれちょっと分厚めのアウターとかもこっちにかけて前みたいなことや。上はこう大きめにしてるから、例えば旅行用のスーツケースとかもここにドンと置けるという。考えられてんな。ちょっと2回見よう。階段スケルトン、うわぁ、主寝室ですかこれが。気持ちいいね、2階。うわ、クローゼットでかっ。で、寝室も外光を取り入れて、ほんでここはちょっとお茶とかもできるように。で、ここから下も見れるんで、リビングの様子も伺いながら。この風って意外と涼しいんだ。涼しいな。このファン回してるだけで全然電気代ちゃうらしいからね。ほんでこっちがもう一個寝室、子供部屋ですか。トイレもあって、あ、2個あんの。ちょ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 、ええ、やばい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 。ヨガ教室と、ヨガ教室つながった2階で。そうです、2階で繋がった。で、ここが広いから、広々ここでバーベキューしたり。そうです、はっきり言うてサウナ置けます、これ。サイズ的にめちゃくちゃいいですね、これ。めっちゃいいな、ここにサウナ置くの。テラスにサウナ置くのちょっと今度一緒に提案させてください。素晴らしいね。電動シャッター、電動シャッター、これで。うわ、セキュリティ、あ、ブラインドとかじゃなくてシャッターなんですか。そうですね、セキュリティ的なこと で、もちろんブラインドにすることもできるし、はい、だから旅行とか行くんやったらこれで閉めてから行こうかいなと。そうです、これでもほんまに上あんねん。うわ、ほら、ちょっと天井の低めの秘密基地的な。で、例えばもうここに麻雀の卓置いて麻雀ルームにしてもいいし、ここはもう書斎、本とかをバーって置いてゴロッとするスペースにしてもいいし。そしていいですか、これ待って、めっちゃいい。こっちにもサウナ置けるよ。で、まあ水風呂ちょっと大変やから、普通にビニールプールとかの水でサウナにして水風呂。あ、ここサウナにしたやん。何してんの。で、水風呂置いて、で、外気浴、ルーフトップ。素晴らしい、すんごいな。やっぱ家いいな。家テンション上がりますね。家めっちゃテンション上がるな。で、玄関分かれてて横開き。うわー、分かる、これどういう意味か。これだから黒板作ってんのよ、ここにね。本日のスケジュール的なとかを書けるようにじゃないですか。そうです、スケジュール。こんなんもあるよと。うわー、ヨガ特化型、めちゃめちゃいい、すごいな。ズバッとサーマータイム。あややもできるというね。ああ、だから別にこれは注文住宅なんで何してもいいし、二世帯住宅でこっちも家にしてもいいし、それこそこれぶち抜いてめっちゃでかい1階の家を作ってもいいっていうことですよね。2階、うわぁ、広っ。あ、ヨガやった後にお茶できるようになってる。あ、この素材、床の。ボコボコしてる。
気持ちいい。怖がりやって、だからこれどういうことか分かります？お子さんちっちゃいママさんも習いに来れるよという。大谷1試合10打点のやりすぎちゃう。ごめんなさい、ちょっとヒューティーワン、ヒューティーワンの日に来てたもんで。で、こっちがキッチンや。だから、例えば死体ヨガ教室で、ここで料理教室やるとかもできますからね。かっこいい、このキッチン。めっちゃかっこいいね、このキッチン。これはだって料理系 YouTube も撮れるし、すごいよ。見てください、一度も仕事をしたことない彼ら。展示のために生きている彼ら。ほんであっちともつながってるっていうのが、あとここのスペースに何置いたらかっこいいっていうね、とこでこの一輪挿しにこの木を差し込むというセンス、素晴らしい。いやー、素敵な会社です、アークホームさん。すいません、急遽ちょっとルームツアーさせていただいて大満足しました。ぜひ神奈川でちょっと注文住宅お考えの方はアークホームさん訪ねてみてください。素敵な提案してくれると思います。3、2、1、どうぞ。うえー、すごー。かっこええー。